MB5。 本当にエイムやばいんだろうな、マジでみんな。ほら、マジでうまいな、ほら。チーターだもん。最近 COD の銃をリアルライフで使ってみましたっていう動画を見てて、まあとにかくね、多いね、あのアメリカというか海外の YouTube、 その実銃を扱った YouTube チャンネルが本当に多くて、でやっぱりその中でも COD 人気だから、その COD を再現してみたとかね、こういう動画とにかくいっぱいあるの。再生数もみんなえげつないほど言ってるって、まあ需要のあるコンテンツだよね。この人はちょうどモダン2のベータが始まった時の動画だから、そのベータで登場した武器を、武器の中で僕が持ってる武器紹介みたいな感じ。僕もアメリカで実際に銃撃ったけど、本当にね、近距離なのに当てるのむずいんだよな。ほんとまっすぐ飛ばない。やっぱ手とか体とかね、どうしても息の使い方とかは分かっててもね、絶対ブレちゃうんだよね。タック56、タック56だよ。使える、サプ付きかな。この人ね、チャンネル登録者1000万人いた気がする。やっぱ日本にない文化っすよね、ほんと。日本は銃っていうのは全然身近じゃないけど、やっぱアメリカはほんと銃が身近にあるし、娯楽の一つとして銃があるから、なんか友達とこうね、シューティングレンジ行って銃撃ちに行ったりとかね、軍人さんが友達に多かったりとか。そう、やっぱりこういう YouTube とか映画とかゲームでも需要っていうのはやっぱ高いよね、ほんと。これは全然日本にない文化だと思う、本当に。だって日本の COD プレイヤーでさ、銃がすごく好きでやってるって人はかなり少ないと思うんだよね。これはモダン2の ACR を再現したっていう動画だね。銃撃ったのはね、あ、結構撃った。ハンドガンから AK からカーからフルオートショットガンとか、ダブルバレルショットガンか。ダブルバレルショットガンね、本当にね、撃った時痛すぎて、1週間ここに跡消えなかったもん、銃のストックの跡。バーンって。あー、これこれこれ、ACR ね。今のモダン2だとないけど、多分モダン3、今年出るモダン3だと ACR 来るんじゃないかな。かっけー、ACR。かっけー。いいな、ACR 次回作来るかな。 MP5。 いや、こんな連射できる、立って撃つもんじゃないからね、これもともとね。なんかさ、こういうカスタム見てて、ガン、そう、モダン2のガンスミスをさ見てて、なんか海外プレイヤーってさ、すごいみんな独自のカスタムを作って遊んでるというか、ゲーム内でね。そこってやっぱなんかこういう銃のカスタムが好きかどうかの差なのかなって。あんま日本プレイヤーはそういうことしてないからさ、わりかしこうイースポで強いカスタムを選んだりするけど、とにかくおすすめのカスタム教えてくださいっていう質問も多いし。でも海外勢なんかほんと、おのおのさ、好きな見た目のカスタムを作ったりしてるから。やっぱそういうのは、そういう人は好きなんだろうね、ガンスミスが。で、僕自身も、やっぱ最近こういうリアル銃の動画を見始めて、そのガンマニアの気持ちがちょっと分かったというか、分かっちゃったというか、うん、なんかハマる気持ちは分かる。男の子だったら。うん、だから好きになった。だんだんちょっと興味湧いてきた、こういうガン系に。でもゲームと全く同じだけど、M13 ってなんか割かしコンパクトだね、ほんと。ゲーム内だと、ね、あの低反動な武器だけど。かっけー。やっぱ M13 かっこいいな。ゲーム内と同様で、まあ、すごく打ちやすくてスムーズで、スラップアクションっていうのかな。リロードした後にカチャってやる動作、ゲームと一緒だね。リロードして、カチャってやる。そう、ゲーム内だとサイトあんまつけないけど、こう見るとやっぱちょっとサイトとサイレンサーつけた MP5、ちょっと使いたくなってくるな。ゲーム内で。クイックスコープ、QS やるって。
当たんねえよな。現実じゃ当たらないよな、こんな。FSS ハリケーン。AR57 か。元銃は。P90 のグリップが、あの、マガジンがついた。M4 の SMG。ゲームと一緒や。マジで変わった銃だよな、これ。おお、一緒や。かっけー。あの M4 のマガジン刺すとこから弾薬莢でいいのかな、薬莢は出てくるんだあれ。あの現実世界ではあんまエイム良くなかったですね僕は。あのまあエアガンは当たるけど実銃はあんま良くなかった。 M16 来た。そしてやっぱ M16 一番好きかもしれない銃で、見た目は。来た MK2 バッケー。やっぱかっけえな。あれこんなちっちゃいんだこれ。あーかっけえ。あー片手で撃ってる。片手で撃ってるよこの人。あのモダンウォーフェアのガンファイトを再現してみましたみたいな動画。ガンファイト再現動画。こうね、頭に GoPro つけて。しかもこの人ね、やばいね、うますぎるんよ、エイムが。いや、こういう動画作りてー、マジで。いいなぁ。めっちゃエイムいいな、この人。まあ、ね、的動いてはないけど、こんな正確に撃てるもんじゃなかったからね、本当に。軍人さんではないと思うけど、この人。あの軍人さんとかって本当にエイムやばいんだろうな、マジでみんな。ほら、マジでうまいな、ほら。チーターだもん。エイムがチーター、リアルチーター。現実、ゲームのあんな軽やかな動きってできるもんじゃないと思ってたけど、本職の人だったらワンチャンできんのかもな。あ、これリーン。リーンしながら。うまい。M13 かなこれは。リロディン。いや、こう見るとマジでモダンウォーフェアのまんまだよね、銃。これは、あれだね。今、モダン2にもあるストックやね。あ、ストックじゃない、スコープか。ゲーム内だと全然使うことがない、このドットサイトと英国サイトを切り替えるやつ。スライディング。スライディングだ。そう、あのモダンオフェアのさ、走り方、まあ、2種類あるじゃないですか。通常ダッシュとタクティカルダッシュって言って、あの銃をさ右手に掲げながらさ速く走る動作。あれって本当に速いんだよね、リアルでやると。僕もサバゲーの時速く走ろうと思ったら自然とね、あのタクティカルダッシュの動作になったんだよね。おかっこいい。リロード比較みたいな。こういう動画もいっぱいある、本当に。リアルライフで同じ動作をする。え、ちょっと待って、すごいの出てきたって。ちょっと待って、待って。7歳。7歳、これがアメリカか。あって、え、撃てるんや、これで。このからこんなちっちゃい子でも。本当に7歳か君。そこまで7歳でそんな覚悟決まった顔ならんって言うんだったら。歯がない、だって。歯がないよ、だってさ。まだ嘘だろ。I may have accidentally done two in the target that I'm gonna do my pistol in. 本当に文化が違うな、マジで。Now I love Call of Duty and I love guns. So in today's video, we're bringing out all my coolest guns that are can move. Now I'm not. あ、そう、やっぱりそうだよね。やっぱアメリカの人やっぱこんな感じで山奥でお手製のシューティングレンジ作るよな、みんな。いや、ペラペラやな。これ偽物ですね。SPX。Next we have the SPX
80. Now in the game, this thing's a snapper. こんな持ち方して大丈夫なんや、左手。折りたた、AK に折りたたみのつ。って、RPG。RPG や。RPG 持っとるって。ロシアの RPG。1978年の RPG。なんか字が書いてあるけど読めません。COD4 ではね、これしかなかったから、対空が。ロックオンできないけど UAV とかヘリをこれで落とさないといけなかったんだよな。いや、出ないでしょ。